して遠くへ去ったんでしょう。愛の舞台は二度と戻れない、わかっているけど寂しさ増えて、わけわかんないこの For my heart、 笑顔だけないこの今バイバイじゃ、わかるのはなるこの You are free、 記憶じゃない思い出になった、噂のこの感情が辛い、早く音
になりたい群馬へっていうね曲を久々にやりました。はい、この後もねどんどんその過去の曲やっていきたいと思います。はい、それでは次の曲聴いてください。クライクライとドンパイガール。
この曲ね、めちゃめちゃ、ね、久しぶりにやったので、ね、はい、息が上がってるので落ち着けながら、ちょっとあのターササのライブとかの、ね、はい、告知をしていきたいと思います。はい、次のライブは26日火曜日ね、平日になるんですけど、はい、大阪にてライブがあります。大阪のビッグキャットっていうところにてライブあって、それは夜に出演させていただくので、あの関西とかね来れる方はぜひ見に来てください。そして、はい、来週の土曜日、うん、金曜日だね、金土でね、あの東京にまたライブに来週も来ます、はい。29日はここでライブがあるんですけど、夜多分7時ぐらいかな、うん、またライブあって、さらちゃんがね28日で誕生日を迎えるので、その生誕祭を行います。やったー。その名もライブ名は月に変わってお仕置きよ、さらの生誕ライブです。はい、こちらのライブが29日にはあります。そして30日は宝のババアの BS ホールっていうところにて、はい、ライブがツーマンとかねちょっと出させていただくので、皆さんよかったらまた見に来てください。お待ちしてます。はい、そして私たち SNS やってます。 Twitter、Insta、TikTok、YouTube やってるんですけど、全部カタカナでタンササと調べてもらったら出てくると思うので、皆さんぜひ、フォローとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。そしてね、最初にまで言ったんですけど、はい、あの TIF2022 っていうね、うん、アイドルのライブ、大きなライブがあって、うん、そちらのね、二次選考ですね二次選考に今進んでて、ショールームにて配信をしてます。はい、でそのイベントが明日までとなってます。明日の8時までで、今もこうやって配信をしてるんですけど、タンササって検索したらね多分出てくると思います。皆さんよかったら、そのルームで飛んで、うん、明日見に来てくれたら嬉しいです。応援よろしくお願いします。配信の皆さんもぜひいっぱいアイテムとか投げてね、順位8位以内に入んなきゃいけないんですって、うん、そうだからね皆さんぜひ応援よろしくお願いします。はい、それではね、次で最後の曲となります。はい、で私たち今日本当は、ね、CD 持ってきてたんですよ、物販の。でその CD のタイトルで、はい、ジャパンナイトレディーゴーってなってて、それを歌うんですけど、はい、その CD なんとさっき売り切れてしまいまして。そうなんですよね。そうだからね、あの CD ね欲しい方いたと思うんですけど、ちょっとね写真が今度は売ってるので、うん、ぜひそちら買ってくれたら嬉しいです。お願いします。はい、それでは最後の曲歌いたいと思います。聴、はい、いてください。ジャパンナイトレディーゴー。Oh my god, where are we going?
ありがとうございます。はい、私たちこの後すぐ物販を行います。皆さんぜひ、待ってますので来てください。お待ちしてます。それでは以上、タンサスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。カメラ回収。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。